こんにちは、小和田です。今日はちょっと珍しいものをいただきましたので、その話をいたします。お酒です。といっても、普通のお酒ではありません。江川酒といって、そういうお酒なんですが、江川というと、幕末の大官江川太郎左衛門秀達、その名前がすぐ上がってくると思います。でその江川家はですね、中世から近世まで、造り酒屋だったんですね。で、この点はもうだいぶ前ですけれども、韮山町史の、中世編を担当した時に、少し詳しく追いかけ、酒造家江川酒と江川酒という、項目を私が執筆しています。しかしその江川酒は、江戸時代の初め、醸造をやめましてね、幻の酒などと言われてきました。と言いますのは、戦国時代江川酒はですね、いくつもあるお酒の中で、全国でも多分、5本の指に入るほどの、名酒として知られていたからなんです。寛永初夏経図伝、あるいは寛政長州諸家譜などの、江川家のところを見ますと、北条早雲、すなわち伊勢宗瑞ですね、その北条早雲の頃から知られて、早雲も飲んでいたということですし、その後の北条氏歴代も、江川酒を保護して、諸大名の、北条氏からの、贈り物として、使っています。北条氏政から上杉謙信へも江川酒が贈られていますので、上杉謙信も飲んでいたというふうに思われますし、それから、織田信長へも贈られていたことが分かっています。また下総の有名な戦国大名結城正勝、これが制定した戦国家宝ですね、結城氏新法度、そこではですね、その第62条に、なんとなんとちゃんとですね、ここに出てくるんですが、酒は天野、菩提仙、江川というふうに出てきます。天野というのは河内の国の名酒として知られていますし、菩提仙も大和の国の名酒として知られていますので、結城家では、客人の接待の時に出すお酒として、江川酒を、推奨していたということが分かります。それから、時代がだいぶ経ってからですが、慶長3年、1598年ですね、3月18日の、豊臣秀吉最後の豪遊と言われる、第五の花見でも出されていたということが、太閤記に出てまいります。でその太閤記のですね、第五の花見のところを見ますと、この部分なんですけれども、要するにお酒として、いくつか名前が出てきますが、加賀の菊酒、菊酒と読むかもしれません。それから先ほど名前を挙げました天野と並んで江川が入ってるんですね。ですからそうした戦国武将たちが飲んだ、江川酒はですね、残念ながら元禄11年、1698年に、醸造中止のまま今日に、至りました。ところが昨年の5月、江川家のですね、資料類を引き継いでいる江川文庫の学芸員、橋本隆之さんが、古文書の中からお手製酒の木という資料を発見されたんです。和戸寺28ページに及ぶもので、米や水の量、作業工程などを、随理で示していたものです。それだけだと、今日の話はこれで終わってしまいますが、実は、その先があるんです。橋本さんはですね、この資料で江川酒を復活できないかと考えたんです。伊豆市の磐梯酒醸造のですね、社長さんに相談したところ、やってみましょうということになり、
まあ、当時さんと相談して、資料の通りに仕込んだというわけです。まあ、もっとも当時の酵母があるわけではなく、また酒米の種類も違いますので、まあ、全くそのままとはいきませんけれども、まあ、それに近いものができたのではないかと思います。そして、静岡の酒米、それから酵母で、まあ、4号瓶ですね、700本を目標に仕込んで、まあ、今年出来上がったというわけなんです。で、まあ、こういうのを何と言ったらいいんですかね、お酒本の場合にはですね、復刻と言いますけれども、まあ、ここでは復刻という形で出てまいりますが、まあ、お酒の復刻っていうのもちょっと珍しいかなと思います。まあ、再現とでも言うんでしょうかね、最終的に出来上がったのは500本だということで、そのうちの1本がいただいたこれなんです。江川酒、まあ、こんな形で出てまいります。まあ、私も今回初めて、まあ、今日いただくわけですけれども、まあ、どのような味なのかちょっと確かめてみたいと思いますが、おちょこまでいただきました。こんな感じで、ぐい飲みですね。こんな感じです。ちょっと飲んでみます。楽しみです。ああ、やや甘口ですね。まあ、現在日本酒は、まあ、辛口がちょっと主流なんですけれども、多分かつてはこういう甘口が一般的だったんじゃないでしょうか。まあ、私もそれこそ20代酒飲み始めた頃は今のような辛口のお酒はちょっと少なかったような記憶がありますので、やっぱり昔はこういう甘口だったんじゃないでしょうか。まあ、早雲をはじめですね、武将たちはこういったお酒を飲んだというふうに思われます。私は普段は熱燗なんですけれども、まあ、これは当時の武将たちと同じように、まあ、飲み方、まあ、いわゆる、まあ、冷やでいただきます。あ、美味しいです。まあ、そんなね、お酒も今日はねちょっと紹介させていただきました。今日は以上で終わらせていただきます。